韓国のコークスノキ元経済副首相兼企画財政部長官は28日、新型コロナウイルスと関連し、総額208億ウォンの防疫対応予算を迅速に執行すると述べた。孔副首相はこの日、政府ソウル庁舎で、緊急経済長官会議を開き、このように述べた。この日の会議は最近、中国武漢から始まり、急速に広がっている新型コロナウイルスに対する防疫予算支援と経済影響の最小化法案を議論するため開かれた。孔副首相は、すでに今年の予算に反映されている防疫対応システム構築運営費67億ウォン、検疫診断費52億ウォン、隔離治療費29億ウォンなど総額208億ウォンの対応予算を迅速に執行し、先制防疫を積極的に後押しすると述べた。続けて、今後、すでに確保された予算で、不足したり追加の所要が発生する場合、今年の予算に編成された目的の予備費2兆ウォンを支援するとし、予算面で支障がないよう支援していくと述べた。